関ヶ原は短時間？歴史を決める一次資料、二次資料とは？皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり機構は、歴史を決める一次資料、二次資料について紹介していこうと思います。歴史はロマンのあるものですが、歴史にもいわば2種類あると考えてよいでしょう。それは文学としての歴史と史学としての歴史です。例えば坂本龍馬は史学的な見地からは薩長同盟の立役者くらいなものですが、文学的な見地ではこれほどまでに描かれている人間もいません。いわば作家の領分で、日本人の坂本龍馬のイメージは史学的見地からのものではなく、司馬遼太郎が作ったとささやかれているほど。文学的なイメージは作家、そして読んだ側のイメージによって作られる部分がありますが、史学的見地は誰が作るのかといえば、歴史を研究している識者です。歴史学の教授たちが日々研究を行い、一次資料などを見つけては、実はこうだったのではないかと新しい解釈が生まれたり、さまざまな角度から一次資料が見つかれば事実として認定します。そのため資料主義とささやかれることもありますが、そのおかげで戦国時代でもかつてとは違った解釈が見られるものもあります。関ヶ原の戦いは一瞬で終わった？これまで知られている関ヶ原の戦いは、伏見城襲撃からではなく本戦だけであれば9月15日の早朝に始まり、昼過ぎには決着がつくなど決して長期戦ではありませんでしたが、半日をかけたドラマでした。しかし一次資料で読み解くと、半日決戦どころかおよそ2時間程度。関ヶ原の戦いのドラマといえば小早川秀秋の寝返りで、東軍と西軍の熾烈な戦いを見てどちらにつこうかと迷っていた小早川秀秋に対し、家康の部隊が鉄砲を発射し、ようやく意を決した小早川秀秋が東軍側として大谷義継の部隊を襲ったことで、一気に東軍側へと流れが傾くというものですが、一次資料だけで見れば10時ごろに始まり12時には終わっています。開始直後に小早川秀秋は西軍に襲いかかり、驚くほどの短期決戦となったとのこと。これまでのイメージでは戦国時代の一大決戦として描かれていますが、一次資料だけを読み解くとあっけなく終わってしまっていることから、近年では関ヶ原の戦いでは大人数の野戦などなかったとする研究結果までささやかれているほど。文学として見た場合、関ヶ原の戦いほど面白いものはありません。全国の大名が東西に分かれ各地で戦闘を行っていたのです。どの大名にとっても無関係でやり過ごすことができない、まさに戦国の一大イベント。しかし史学的見地ではすぐに終わってしまった野戦程度になってしまうのです。一次資料、二次資料とは？一次資料とは当時の資料と定義されています。例えば当時の日記や手記、手紙がこれにあたります。戦国時代の場合、ネットもなければ新聞さえもありません。そのため残されている資料といえば手紙や日記程度になってしまいますが、文中にはその時代の世相が記されていることも珍しくないため、史学的見地からはとても大切な資料となっています。一方の二次資料は後から作られたものです。一次資料をもとに、あるいは伝聞などから作られた編纂もので、有名な新潮後期がこちらにあたります。ただし二次資料に関してはケースバイケースで、新潮後期のように信憑性が高いだろうとされる二次資料もあれば、紅葉軍艦、太平記、太閤記のように参考になる記述もあるにはあるものの、資料として見ると信憑性が低いとされているものまであります。これは二次資料の場合、歴史背景が入ってしまうケースがとても高い点が挙げられます。例えば太閤記の中でも有名な尾瀬保安のものは、しばし前田利家の活躍が描かれています。確かに秀吉にとって前田利家の存在は決して遠いものではありませんが、
脈絡なく急に都市への活躍が挿入されるシーンもあります。これはオゼホアンが加賀藩から俸禄をもらっていたため、いわゆる忖度があったからとも推察されます。他にもどうしても書き手の気持ちが込められて編纂されたものは資料としての価値が落ちてしまいます。その点、当時の手紙は手紙を書いた大名や武士のその時の気持ち、さらにはなぜそのような手紙を書いているのか、すべて当時の状況によるものです。後になって書かれたものではなく、その時に記されたものであることから一次資料として扱われています。しかし、その一次資料と二次資料を照らし合わせることで、より確かな時代背景が浮かび上がってくるので、二次資料だから嘘ばかりとは言い切れません。いわば一次資料の補完的な役割を果たすケースもあるのです。一次資料から見えるもの、ただし一次資料もそれだけですぐに事実として認定するものではありません。一次資料が見つかったら、その一次資料周辺の資料をさらに探さなければなりません。この点は警察の捜査に近いものがあります。一つ手がかりが見つかったとしても、すぐに犯人決定になるのではなく、その手がかりをもとに新たな事実が見つからないのかなどを学者がさらに研究することになります。資料を読み解き、研究を進めることで時代背景が見えてきてから、そうなのではないか、その可能性が高いとなります。つまり、現段階で我々が事実だと思っていることも、新しく資料が見つかり研究が進められることで全く違った解釈になる可能性もゼロではありません。先に関ヶ原の戦いについてのお話をしましたが、一次資料だけで考えると2時間で終わってしまった戦いですが、新たな資料が出てくればまた違った側面が見えてくる可能性もあります。もちろん関ヶ原の戦いだけではなく、歴史のすべてにおいて同様のことが言えるのですが、いかんせん戦国時代に関しては400年以上も昔の話です。なかなか簡単には新しい資料は見つかりませんので、歴史の事実そのものが変わるような発見は滅多にありませんが、時には思わぬところから一次資料が見つかることもあります。例えば武田信玄の軍師として知られている山本勘助に関する書状が北海道の民家で見つかったこともありました。現在の山梨県や長野県を治めていた武田信玄の家臣の書状が北海道で見つかるという事実は常識では考えられないものの、江戸時代前半には違法転覆が多かっただけに、どこに何が隠されているか分かりません。それだけに歴史の研究には終わりがないと言っても良いでしょう。いつどこで何が出てくるのか分からないのですから。史学と文学は異なるからこそ、歴史の楽しみ方は人それぞれです。昨今ではゲームや漫画、アニメなどにおいて戦国時代が使われることは珍しくありません。そのため、中にはゲームやアニメなどの娯楽作品のイメージが強いという人もいるかもしれません。史学的見地からすると正しいとは言い切れないものだとしても、娯楽作品である以上、あれこれ言うのはナンセンスなのかもしれません。歴史の楽しみ方は人それぞれであるように、歴史をテーマに世の中にどのような作品をリリースするのかもまた人それぞれです。むしろ史学的見地からでは歴史は少々味気なくなるのも事実です。いわば事実の羅列のみになってしまいますので、歴史に興味を持っていない人が見ても興味を持とうという気持ちにはなりにくいものです。一方でアニメや漫画、あるいは文学としての歴史は娯楽作品となっていますので、歴史に興味を持っていない人が見ても楽しめるものが多く、歴史への興味の入り口になることも珍しくありません。その点では史学と文学は住み分けができていると考えて良いのかもしれませんので、自分の好きな武将がゲームや漫画で少々イメージと異なる形で描かれているとしても、多めに見てあげましょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。
こちらのボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。